大阪市立デザイン教育研究所は大阪市安倍野区にある専修学校、通称デケン。大阪市立工芸高等学校に併設され、公立の専修学校専門家庭であるデザイン系、専門学校としては日本唯一の学校でもある。大阪市立第二工芸高等学校も同じ敷地内にある。高等学校で美術系。 デザイン系など造形に関する専門学科に在籍して卒業した者に対して美術、造形の専門教育を行う。一般の芸術系4年生大学では高校では普通科等に在籍した学生も入学対象としているため通常は1から2年次に基礎教育を行う。そのため高校で専門学科に在籍していた者にとっては大学1から2年次に 高校の専門科目の内容を再履修することになる。同校では再履修の時間を省いて高等学校の造形教育との一貫性、連続性を図った専門教育をストレートに行うことを目的としながら2年間学ぶ。2005年よりビジュアルプロダクトスペースデザイン各分野を融合した PBL デザイン教育を推進している。同校が取り組むプロジェクト型学習は 山岳連携と地域活性に分類され、それぞれ企画、提案、制作まで、実際のデザインワークの流れを学ぶ中で様々な分野により価値を見出し、生き生きと自力で問題解決する力を身につけている。同行の交渉は、アルファベット小文字の A、T、E をモチーフにデザインされている。これは、デザインの概念を、アート、テクノロジー、 エンジニアリングの上に成立するものとしているためである。色彩は基本原色の青としている。かつてビジュアルデザイン、プロダクトデザイン、スペースデザインの3コースが設置されていた。現在コースはなくデザイン学科のみである。ありがとうございます。